それでは発表の方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんなに人が集まると思ってなかったのでちょっと緊張してますけど、はい、始めていきたいと思います。私が今回紹介させていただくのは、森水戸美彦さんが書く小説、無上半神話体系という小説です。神話体系って書いてあるんで、皆さん何か壮大な物語を想像される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、全然そういう物語ではなくて、これは、京都に住む大学生の、大学生活を書いた本です。まあ、どういう物語かっていうと、主人公の大学3回生は、本当にバラ色の、大学生活をイメージして、大学に入学してきました。で、今3年生なんですけれども、2年間も棒に振ってしまったと、後悔してます。それで周りには、人にいたずらをして、ご飯が3杯食べられる小津くんというキャラクターですとか、大学8回生の自由人樋口さんですとか、あとは、まあ、孤高を貫く乙女明石さんとか、そういうキャラクターがいて、主人公たちと、大学生活を、繰り広げていきます。それで私がこの本を紹介しようと思ったのは、この本ならではの魅力があるからです。それ2つ紹介したいと思うんですけれども、まず、大学生活を描いてて、4話から構成されているんですけど、その1話1話が平行世界になってるんです。というのは主人公が選んだサークル活動によって、どういう学生生活が、繰り広げられていくか、どのように変わっていくか、そういうことが描かれてます。それが描かれることによって、例えば1話の方で出会った主人公は1話で映画サークルに所属するんですけど、そのサークルで出会った人たちとまた違う話で違う出会いをする、そういういろいろな出会いの仕方、そういうことが書かれているので、私は結構面白いなと思います。あとはこの森水戸美彦さんの、作風 と、京都の街が、本当にマッチしているところですね。森水戸美彦さんはマジックリアリズムという手法、まあ、日常と非日常を、巧みに使い分けて文章を書いていくんですけれども、その日常非日常が京都の街とすごいマッチングしています。京都という街は、まあ、皆さんイメージでちょっと当たるかもしれないんですけど、非常に幻想的というか、そういうイメージがあると思いますね。それがすごく作品と合っていまして、本当にいい、作品となっています。最後になんですけど、私この本を読みまして、まあ、京都が題材の本なので、京都の地名ですとか川ですとか山、本当に細かく載ってます。森水戸美彦さんがどうやら京都で大学生活を送っていたようなので、はい、本当に通りの名前、四条通りですとか烏丸通り、本都町とか、鴨川、そういう名前が載っていて、これを読んで昨年ですね、京都に旅行に行ったんですけど、まあ、京都って言えばやっぱり寺院とかそういうのを楽しむのがメインだと思うんですけれども、この本読んでから京都行ったら、鴨川とか四条通りとか見た時に、ああここでこういう登場人物がこういうことをしてたんだなとか、ここでこういう出来事があったなとか、そういうことが分かったりして、本当になんか小説読むだけじゃなくて京都旅行自体が本当に楽しくなりました。ですので、そうですね、皆さんももし機会があればこの一冊手に取って読んでみてほしいです。そして京都にも旅行してこの本の魅力をより一層味わっていただきたいなと思います。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。では今から3分間、何か
ありましたら挙手でお願いします。あの今山本さんの方からその上半身は体系ですかの本 の, あの内容の紹介があったんですけど、よかったらあのその本をあの手に取るきっかけとかっていうのがあったら、なんかそれを聞かせていただきたいな。そうですね、この森見智彦さんの書いたあの夜は短し歩けよ乙女というのが好きで、それがきっかけであの森見智彦さんのもっと本を読みたいなと思って書店で、はい、探して購入しました。なんとなく手にした一冊でしたけど本当に面白くて、はい、そういう一冊です。なんかまあ、僕もその本を読んだことがあってすごい面白いなと思ったんですけど、いろいろそうですね、まあ、4つの世界があるって言ってたじゃないですか、はい、やっぱ例えばこの本を読んでやっぱ自分、まあ、実際自分がこのサークル選んどけばよかったなとか、こういう今までこういうことをしておけばよかったなみたいな、なんかちょっとした後悔みたいなのってやっぱその本を読みながらその自分の人生についてなんか感じたことってありますか？そうですね、私自身は本当にもう本当にさこのサークル入っておけば変わったかなとかも思いまくりで、本当に読んでいてすごく共感できましたね、なのでそういった意味でも、まあ、楽しい本だなと思います。はい、はい、他には正直あの登場人物の主人公のことは理解できて共感もできるんですけど、なんかダメな人ですよね、本当に後悔ばかりして、そこはやっぱり反面教師にして自分自身もこうあのなんていうんですか、あの、ね、反省して前向きにしていこうと思えるような一冊だと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ時間になりましたので、これで1人目の発表を終わりにします。はい、じゃあ今から5分間は僕の方から本の紹介をさせていただきたいと思います。改めまして、僕は静岡大学の人文学部法学科所属、2年生で、それから静岡大学図書館が設置する図書館モニターに所属してます岩井啓太です。どうぞよろしくお願いします。僕が今回紹介させていただく本がこちら、スカイクロラっていう本なんですけど、皆さんこの本読まれたことありますか？こちらの本は2001年に中央公論新社っていう出版社の方からハードカバー版が出版されたんですけど、その3年後の2004年にその文庫版が、出版されまして、今回はその文庫版の方を、紹介していきたいかと思います。初めにスカイクロラとその僕との出会いについてちょっと話したいかなっていうふうに思うんですけど、このスカイクロラ、僕が初めて読んだのは今から約5年前なんですけど、ちょっと僕の年バレちゃうんですけど、僕が19歳の時でした。当時はおばの勧めでこのスカイクロラ の作者である森弘さんの本を読みふけてたんですけど、森弘さんっていうのは彼の書く小説の多くって割とミステリーを題材にした本を出版されてるんですけど、そのミステリーの本を、一通り読んだ後に他に森さんの本を読んでみようっていうことで出会ったのがこのスカイクロラです。スカイクロラを初めて見た時に僕が引きつけられたのはこの見ていただけると分かるんですけど、この美し
しいブルーの表紙でした。まあ、見ていただくとその何のあんまりその目立った装飾もなくて、すごい青色一色っていうシンプルな本なんですけど、それでもこの美しいブルーに僕は惹かれてこの本を手に取りました。で本の魅力っていうのはもちろんその内容がそのメインになってくると思うんですけど、こういったその本の表紙とかその美しいデザインっていうのもその本の魅力になるかなと思います。でこのスカイクロラーもその僕が初めて見た時にその森さんの他のミステリーの小説とはあのなんかちょっと違ったすごい不思議な雰囲気っていうのを僕は感じ取ってこの本を読んでみました。はい。内容の紹介になるんですけど、あのこのスカイクロラっていうタイトルを聞いて皆さんどういうストーリーをイメージされますか？あのスカイっていう風に書いてあるんで空に関する内容かなっていう風に皆さん思われるかもしれないんですけど、僕も同じような印象を持ってあのこの本を読んでみました。でもちろんその空に関するあのストーリーではあるんですけど、でもあの実際読み終えてみた時に僕が感じたのはその僕が思ってたよりすごくあの冷たくて重いそんなストーリーだなっていう風に感じました。このスカイクロラはあの将としての戦争を背景に、あのその戦争にそのパイロットたちが参加して、行くっていうストーリーになってるんですけど、この物語はあのカンナミっていうあの子供で主人公あの子供の主人公なんですけど、そのカンナミ君がある基地に配属されるシーンから始まります。で彼はその新しい基地でその仲間と出会いながらその戦争へと出撃していくっていう話になってます。でもあのもし本当にあのなんでしょうね、その戦争に参加するっていうだけのストーリーであればこのスカイクロラっていうのはもっともっと平凡な本になってしまったのかなっていうふうに思うんですけど、このスカイクロラの本はその引き立てる魅力の一つっていうのがそのこの本に登場するキルドレっていう存在なんです。でキルドレっていうのはその永遠に大人になることができない、一定の年齢であの成長がストップしてしまう、そういった子供をキルドレっていうんですけど、先ほど紹介した主人公のカンナミ君もそのキルドレとしてその戦争にパイロットとして参加していくっていうそういったストーリーになります。そうですね、この小説っていうのはその戦争を基本的には舞台にしてるんですけど、で戦争っていう風に聞くと皆さんなんかすごいなんか残酷なシーンとかっていうのをイメージされるかと思うんですけど、なんかこの本はあのそういった残酷なシーンっていうのはあんまりなくてですね、むしろその仲間の死とかがすごい淡々に描かれていてなんかすごい冷たい雰囲気を持ってまして、でそういったなんでしょう、その冷たい雰囲気っていうのを僕を引きつけた一つの要素になってきます。ちょっとなくなってきちゃったんですけど、これ前があのあスカイクロラこれあの実はシリーズになってまして前5巻からなってるんですけど、ぜひあのこのスカイクロラ1巻だけじゃなくてあの前5巻皆さんにも読んでいただけたらなっていうふうに思います。以上です。スカイクロラの今の主人公に関しての紹介をたくさんいただいたんですが、他のキャラクターと魅力などを教えていただけませんか？そうですね、他のキャラクター、主人公 の, あ の, あの長官であるあの草薙水斗っていう女性のキャラクターがあの登場するんですけど、この方もあの実は年を取らないキルドレっていう存在なんですけど、このキルドレっていう登場人物はあのなんかみんなすごいあの自分の生き方にみんな悩んでまして、その、まあ、主人公もなんか悩んでて、で草薙もその草薙もその自分がそのキルドレであることにすごい悩んでまして、そういったそのキルドレ同士の会話っていうのがすごい面白いかなっていうふうに思います。本がその戦争についての、まあ、戦争をまあ少し絡めたような話と聞いたんですけど、はい、その戦争の話をしているのにそのあんまり残酷じゃないって言ってたのは、それはなんでですかね？そうですね、まあ、書き方の問題ではあるんですけど、
なんでしょうね、その、うん、戦争 の, その残酷さをテーマにするっていうよりも、やっぱりそのキルドレっていうその、あの永遠に子供である存在であるその主人公の生き方っていうのに、その自分がキルドレであることをその悩むっていうことがそのテーマでして、なんか、まあ、戦争ももちろん内容に入ってくるんですけど、なんか、そうですね、なんか人の、一人の人間の生き方っていうのにテーマを置いてまして、あんまりそういう意味で残酷なシーン、あんまり取り上げられないです。先ほどその僕はその本の映画を見たことがあるんですけど、はい、あのその映画と違ってその原作の方がいいと言ってましたけど、映画と違ってこう原作はどういうところが特にいいと思いますか？あ、そうですね、あの映画は僕もあのしっかり見たわけじゃないんでちょっとあれなんですけど、そうですね、映画だとその、ね、どうしてもそのみんなに受けやすいような感じの、あ、そうですね、なんだろうな、難しいな、なんかやっぱり映画だとそのなんだろう、どうしてもそのみんなに受けやすいようにということでアレンジとか加えられちゃうんですけど、小説版の方が何でしょう、そのみんなの受けを狙ってない、本当に作者が描きたい書き方がされているっていうふうに僕は思って、それで小説の方がいいかなっていうふうに感じました。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと時間過ぎてるんですけど、ちょっと今、ツイッターに発表があったんですけども人文社会科学部の小西田先生からスカイクルーラの担当編集者はシズ大卒で小西田先生の元事務所だと思います。はい、ではありがとうございました。そうですね、僕は宮部みゆきさんの書いた英雄の書という本について紹介させていただきます。で、僕が最初この本を手に取ったのが、そうですね、久しぶりにファンタジー系をちょっと読んでみたいなっていうふうに思って本を探していたんですけど、そうですね、僕にとってファンタジーというとちょっとハリーポッターなんかが親しんだ本で、やはり主人公が、悪を倒すというような構図で、主人公はそうですね、ちょうど英雄のように描かれた、そういったものをファンタジーっていうふうに僕は捉えて、そういった本を読みたいなと思って手に取ったこの本なんですけど、そうですね、やっぱり英雄の書、英雄という言葉が書かれているので、やはりそういった主人公、そういったいろんな偉業を書いた、の足跡を書いた本なのかなっていうことで、手に取ってみた本なんですけど、そうですね、本の、内容としては、主人公は、小学5年生の女の子、ゆり子という女の子なんですけれども、彼女には、中学生の兄がいます。で、その兄が、突然失踪をしてしまいます。で、ただ消えただけではなく、その兄が学校で、同級生2人をナイフで殺傷してしまった、そして姿を消してしまったというところから物語が始まります。そうですね、そこで、彼女はどうして兄がそうなったのか、どこにいるのかということを非常に、知りたいと思います。で、そんな中で出会ったのが、そんな時に、不思議な声が僕から聞こえてきて、そうですね、その声の正体は、一冊の古めかしい本だったわけなんですが、その本はこう言います。君のお兄さんは英雄に取り憑かれてしまったんだ。ちょっと英雄という言葉が解釈がおかしいなっていうふうに
英雄はもっとそういった偉大なことをする、そういった殺人をするようなそんな存在ではないはずだ。彼女自身にそう思いますし、僕もどうしてそこで英雄という言葉が出てくるのか非常に疑問に思いました。そうですね、それでちょっとこの英雄の話を、する前にこの本の中で、まあ、物語というものが非常に大きなキーワードとなるんですが、そうですね、物語というものが、人間の世界にはたくさんあると。でそうした世界、人間の世界で物語、こういった本であったり、また、人々の口から伝える口伝であったり、また歴史であったり、すべて物語、そうした物語がないと人は生きていけないんだと、そういうふうなことが解釈されています。そしてその物語の中でひときわ大きな力を持っているのは英雄という存在です。英雄、それは、非常に尊く美しい物語になる。しかし一方でそうした邪悪な面を持っている、そういうふうに描かれています。そう、その主人公の兄はそういった英雄の邪悪な面に取り憑かれてしまった。そしてその英雄、邪悪な面を持った英雄の姿になり果てて姿を消してしまったんだというふうにその本は言うのです。でこの後その主人公のユリコは兄を探し、冒険をするわけなんですが、まあ、そうですね、ちょっとファンタジーなんで、まあ、今言った本が話をしたりとか、それから、まあ、魔法のようなものが使えたりですね、また、別の本の世界に入り込んだといったふうに、まあ、非常にファンタジー的な要素も確かにあるんですけど、そこで彼女は、兄を取り戻すために、その兄の持っていた、彼女が知らなかった兄の過去、そしてこの世界を支配しているというその物語の真実について、物語が進むにつれ彼女はそれらを知っていくことになります。で、そうしたことを知りながら最後に彼女は兄を救い出すことができるのかということで、この物語は、続いていきます。そうですね、非常に、この本は、ストーリーが、そういった設定が難しくて、ちょっと一度読んだだけではなかなか理解できなかったところがあるんですけども、そういった形でその物語の、そういった、この本で書かれている物語の真理とは何かというところが非常にこの本の、メインのストーリーではないかなっていうふうに思います。では以上で発表を終わりにします。はい、ありがとうございました。では何かあることをお願いします。はい。じゃあその本、まあ、英雄っていうことで、その笠間君の中でその本を読む以前とその後でその英雄っていう言葉の解釈ってどのように感じましたか？そうですね、やはり英雄というとそういったその世のため、人のために何か偉大なことをして偉業を成し遂げた人っていうふうに、思っていたんですけども、そうですね、から、そうしたこの中ではそういった物語っていうの中で、まあ、物語の一つの種類に英雄があるっていうような立ち位置なんですけど、そして物語の持つ当然いい面があるんですけど、その悪い面を凝縮したものがその英雄として言われていて、そうですね、普段僕もいろいろな本を読んだりして、物語を楽しんでいるんですが、そういったその裏側といいましょうか、そういったものがあるっていうことを知って、なかなか物語と奥深いものだなっていうふうに感じたんで、英雄もそういった表の面だけじゃなくて裏の面があるんだなっていうふうには理解するようになりました。
き逃したらすみません申し訳ないんですけど、勝又君がその本を選んだ、きっかけみたいなものがあるかもしれないですね。そうですね、そういったそのファンタジー系が読んでみたいなっていうので、まあ、あのファンタジーといえば主人公はそういった偉業を成し遂げる人だろうなっていうことで、まさにこの英雄ということがぴったりだなっていうふうに思ったんで、この本タイトルを読んだ時に、あ、これは面白そうじゃないかなっていうふうにして手に取ったのが始まりです。間違いとかではない。そうですね。はい、ありがとうございます。こんなに選んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。この二人は何か。悔しいです。リベンジしたい。大学生、大学院生の方はぜひご参加ください。はい、ではこれでおしまい。